こんにちは、吉田さん。あの、手段と目的が逆になるってことはね、場合によっては必要なんですけども、ほとんどの場合は間違った感じになります。つまり、私、FX を教えてるんですけども、FX では、あの生活費を稼ぐほどに勝ちましょうってことが目的のはずなのに、なぜかね、勝ってもいないのにトレードが面白いですとかになっちゃうんですよね。もちろん、楽しみながらやることは大事なんですけども、その面白さにずーっとね、まあ、 何ですか押し殺されてしまうこともあるんですよ、まあ、つまりはうんそうですね野球をやっててね野球が面白いから続けるっていう人いると思いますけども野球するのにはいろんな経費かかるじゃないですかでもその中で一部の人は野球を商売にする人が出てきて野球をやればやるほど儲かるみたいな形にもなるんですよあなたはどっちからですかってことなんですよビジネスや投資が趣味なんだったらお金を失ながらでも失いながらでもやればいいと思うんですけども いやビジネスや投資で食っていこうと思ったらねうそれなりのところに立たないといけないですよねまた人生は有限なんでコツコツといつか稼げればいいかじゃなくていつまでにそうなるのかっていうビジョンを頭に留めておくことも必要じゃないかなと思いますいやこの辺もやっぱ忘れちゃうんじゃないかなと思うんですよ、うん、私もねちょっとねご質問いただいたりしてるんですけどもあのクラウドファンディングでお金を集めましたと そのお金で事業を始めたけどもちょっと正直うまくいってないんですっていう形ですよねでこれっていうのはあの本来だったら自分でお金を作んないといけないっていうところをクラウドファンディングしてもらってあのまあ言ってみればね通常の方法ではない形でお金を手にしたわけですよっていうことは別にそれを繰り返してもいいわけですよねお金集まってくるわけですからでもなぜか 成果果出出ななないいこことととをずっとやっっっっやてててしまって正直結でですってことになっちゃうわけですよねだから手段と目的逆になっちゃって本来やりたいことで稼ぎたいんだろうけども稼げてることを継続せずにお金が集まったことを継続せずにお金が集まらないことを継続してるっていうねこのボタンのかけ間違いが多くのところで多くの人に起きてるんではないかなっていうふうなそんな話の縮図でございました。